北京オリンピックを来月に控える中国で、AI を搭載したカーリングロボットが登場しました。リンクの上でストーンを投げているのは、中国で最も北に位置する国竜交渉の大学が開発した車型のロボットです。ロボットに搭載された AI が本体と会場に設置されたカメラを通して、 氷の状態や試合の進行を把握し、自らの判断で協議します。また、実際の選手のプレーを分析し、その場で助言する機能も備えているということです。表情のチェストも呼ばれるカーリングは、囲碁や将棋などと同様に、AI との親和性が高いとみられています。オリンピック期間中には、試合会場で デモンストレーションを行うということです。